ってた。心導く今は愛と屈しても届かせる君が待つ未来色とりどりの花見つめて守るべきものを遠い刻みつける。おなじみ南極のデスウラック基地。デスウラックに協力する現代人たけしが何かを製造していた。たけし、進み具合はどう？そうですね、ほぼ完成してますね。はい、何？いえ、男のくせにはっきりしないわね。怖がらずに言ってごらんなさいよ。私が代わって言ってあげる。ベルである。あら、ベル、あなたは知ってるの？ええ、最初からたけしの計画がここで行き詰まることは分かっていましたよ。たけしは予算を使い果たしたんです。本当なの、たけし？申し訳ございません、ローズ様。せっかくの計画を金ごときで台無しにして、失せなさい、目障りよ。申し訳ございません。ベル、貴様こうなることが分かっててなぜ報告しなかった？過剰の人間は失敗しないと理解しませんからね。急を据えたかったまでですよ。なるほど、たまには教育指導もするのね、ベル。でもこれじゃ何の解決にもならないのよ。この作り損ない何とかしなきゃ。たけしは金さえあれば仕上げることができます。あいつも十分反省していることですし、金を渡して続けさせましょう。そうね、なら日本に向かいましょう。金を手に入れたら不眠不休でたけしに続けさせてやるわ。そして日本、銀行襲撃のためにデスブラックがやってきた。アメリはここを襲撃なさい。私とベルは他を襲うわ。根こそぎ奪ってやります。その勢いよ、アメリ。ベル、行こうよ。はい、こんなっちゃう。リガネを全部出しなさい。ベル、攻撃を開始なさい。エイブリーの攻撃でベルはやられたのだ。エイブリー、揃え。そこまでよ、デスフラック。銀行を襲撃するなんてよっぽどお金に困ってると見えるね。うるさい、ベル、ランサーフリートを叩き潰しなさい。行くぞ。アワードスーツを着用したボンである。ボンキックが決まった。デスフラックともあろうものが銀行強盗なんてせこいことするな。うるさい。トルネードクライムランチャー。エイブリー、鍵つけたのね。フリート、覚えてなさいよ。デスフラグ、退却。
強盗阻止できたね。やれやれ、デスフラッグもお金には困ってるんだね。でもこんな稼ぎ方絶対に許せないわ。盗まれたお金は私が銀行に返してくる。君は銀行員の救助を頼む。分かった。ここはおなじみランサーフリートの秘密基地コロナベース。それにしてもわからない。デスフラッグの目的は時間の支配のはず。なのになんで今さら銀行強盗なんかするんだろう。お金に困ったんじゃない。世の中お金、お金だもんね。まあ未来の世界も同じだね。やっぱりね。今回は防げたけど大金を必要としてることに変わりはないはず。みんなで手分けして世界中の銀行を防衛しよう。世界中なんて無理だよ。何カ国あるか知ってるの、エイブリー。正確にはわからないけどたくさんあるよね。未来の世界じゃ全てネットで管理されてるから銀行という建物は存在しないんだけどね。いや、それはさておき、若葉の言う通り世界中の銀行を防衛するのはさすがに難しいな。じゃあ衛星を飛ばしてここで監視しよう。頭いい、エイブリー。そしたらここにいて世界中の様子がわかるもんね。私も手伝う。若葉、学校の時間、遅刻、バカバカが送る。学校より世界中の監視の方が大切でしょ。今日は学校休む。わかった。じゃあ学校を壊してくる。そうすれば今日休み。ダメ、バカバカ。そんなことしたら今日だけじゃなくて当面休みになっちゃうでしょ。バカバ、学校が終わったら手伝って。分かった、行ってきます。いってらっしゃい。学校行く。バカバカは学校が好きだった。そしてデスフラッグ基地。ランサーフリートには鍵つけられるし、銀行襲撃は失敗するし、日本はランサーフリートが目を光らせてるからダメね。他の国狙いましょう。しかしきっと世界中の銀行の防衛に力を入れてるはずです。どこの国を狙っても結果は同じかと思います。それもそうね。さてどうやって大金を手に入れるか。ローズ様、ベル、僕なりに金を稼ぐ方法を考えてきました。何？どうするの？これをご覧ください。スカーフェイスというホテルである。ここが何だというの？銀行の次はホテルでも襲う気？違います。これは安永千春という大富豪の所有するホテルです。たけしが紹介した安永千春とは経済大国ホルト王国でも顔の利く世界有数の大富豪である。そして安永には裏の顔があり、世界で密造酒や麻薬を密売している。そんな彼女に寄付を求めようというのだ。なるほどね。だけどどうやって彼女の首を縦に振らせる気なの？そこはお任せください。必ず大金を手にします。なのでどうぞお気持ちをお静めください。わかったわ、たけし。早速行動に移しましょう。だけど万が一安永から金が取れなかった時は。覚悟はいいわね、たけし。そしてここがホテルスカーフェイス。デスフラッグは大富豪の安永と接触していた。悪名高きデスフラッグが私に助けを求めてくるなんて、あなたたちも大したことないよね。何？デスフラッグを愚弄する気？ローズ様、今揉めるべきではありません。安永様の機嫌を取りましょう。それで私に寄付を求めてると聞いたけど、どうなの？さようでございます。安永様のお力があれば今度こそ形勢を逆転します。力っていうのはお金のことでしょう。寄付は構わないけど私への代償は？あんたが金を出してくれれば必ず世界を支配する。世界を分けてやるわ。世界ね。分かったわ。この話乗りましょう。契約は成立した。暗黒街でも顔の利く大富豪の安永千春にとって決して悪い話ではなかったのである。果たして大金を手にしたデスラックは何を仕上げるのであろうか。エイブリー。カナコである。どうしたの？ちょっと来て。これはタケシが建造していた兵器だ。
ロボットだったのである。あれ何だと思う？ひょっとしてやっぱりデスフラッグのものなんじゃないかな。確かめてみよう。ランサーグラス。エイブリーが使用しているのはランサーグラス。1キロ先ののみでさえ見ることができる双眼鏡である。デスフラッグのエンブレムだ。間違いない。かなこさんの推測通りだよ。何なんだろうねあれ。さあね、お買い物してくれる便利道具じゃなさそうね。もうそんなのぎなこと言ってる場合じゃないでしょ。じゃあ監視衛星を飛ばして見張ろう。でももしそれ壊されちゃったらこの先様子がどうなるかわからなくなるじゃない。ね、私ここで見張ってるからみんなに知らせてって。わかった。かなこさん気をつけてね。大丈夫。ローズたちは広場から離れた場所で新兵器を見ていた。周りには誰もいないわね。ローズはエイブリーたちに気づいていなかった。安永様、早速実験を始めます。私が大金を出したんだから成功してもらわなきゃ困るわよ。もちろんです。安永様の寄付と僕の頭脳、そしてデスフラッグの科学力があった新戦力よ。見せてもらおうじゃないの。行け、アレンジャー部隊リーダーノックオン。ノックオン、威力見せる。続け、アレンジャー部隊。これぞデスフラッグの新戦力、アレンジャー部隊だ。これまでのデスボットやデスエーダンとは比べ物にならない威力。カナコも逃げ出した。それにしてもなんであんなものを作ったの。ダンサーフリートにオルガナイザー部隊という化け物があるからね。それに対抗するためにタケシが開発したのよ。アレンジャー部隊は我らの大きな守りになります。これでオルガナイザーども恐れることはないわ。実験がうまくいったところでそのオルガナイザー部隊と接触するところを見せてほしいんだけど、どうかしらローズ。そうね。じゃあたけし連れてらっしゃい。はい、わかりました。若葉はかなこを待っていた。そこへたけし。若葉、かなこ先生はいないか。なんだよ、今さら勉強しに来たわけじゃないでしょ。お前たちにぜひ見せたいものがあるんだよ。一緒に来ないか。なあ、お前たちにも見せたいんだよ。一緒に来いよ。さあ。たけし、若葉と戦うな。バカバッカが相手だ。でも教室に入れない。バカめ。バカバカ、今日の目的はお前なんだよ。いいものを見せてやる。ついてこいよ。何を見せてくれるのだ。バカバカ、わからない。アレンジャー部隊はカナコを見つけ、今にも襲いかかろうとしていた。何なのあなたたち。カナコ、アメリ、あれはデスフラッグの新しい仲間なのね。カナコ、アレンジャーがカナコとエブリーたちを皆殺しにしてやるわ。エブリーを呼んできなさい。その必要はないわ。エイブリーの声だ。カナコさん、怪我はない？無事でよかった。連絡できなくてごめんね。デスフラッグはアレンジャー部隊を作り上げたそうだよ。まとめて殺してやるわ。そんな真似はさせないわよ。勝負よデスフラッグ。ランサーフリート、サリーゴー。ローズはこの戦いを眺めていたのだ。あれがランサーフリート。そう、小賢しい奴らよ。何を企んでるのローズ。誰。あら、ランサーフリートにはこんな怖い子もいるのね。なんだかよくわからないけど、もういい加減に諦めな、ローズ。エイブリーたちに勝てるわけがないでしょ。私とバカバッカだっているんだし。若葉、そのパカバッカももうおしまいよ。どういうこと？
き飛ばす。誰だ。バカバカ勝負だ。オルガナイザー部隊対アレンジャー部隊の戦いだ。どっちを応援すればいいのか。うわぁ、この勝負預けたわ。ランサーフリート退却。やられた。大丈夫？なんとか大丈夫だよ。タイムマシンさえ守っていれば私たちが有利と思っていたのが間違いだったね。デスフラッグはあの手この手で戦力を上げてるよ。バカバカ、若葉も無事だったんだから元気出して。そうだよバカバカ、みんなも元気出してよ。バカバカ負けた。ノックオン強い。ペンタロウ、カブコ、タンタンタヌキも元気出せ。次は勝てる。バカバカ信じる。私だってさ、勝つためにいろいろ力を貸すからもっと信頼してよ。向こうは大富豪とはいえギャングみたいな人を味方にしたんだよ。だったらこっちももっと仲間を増やせばいいじゃない。思う信念、岩をも通す。人間なせばなる。いや僕ロボットだけどね。ありがとうかな子さん。次こそ絶対に勝たなきゃね。ローズたちに舐められてしまうよ。一方、勝利をかみしめたデスフラッグはここぞとばかりにどんちゃん騒ぎをしていた。デルタオメガ戦争で負けてから私たちに勝利はなかったわ。だけど安永の協力で久しぶりに勝利を得られた。安永に感謝するわ。ありがとう。いいえ、私はお金を出して世界を分けてもらえる魅力に乗っただけよ。それで十分。何よりノックオン以下、アレンジャー部隊の活躍に感謝する。あなたたちの活躍に期待するわ。今日はデスフラッグ勝利の日、盛り上がりましょう。物語はまだまだ続く。次回もお楽しみに。クロスカントリーって運動会の競争のことでしょ。ルール無用、どんなことも許されるクロスカントリーよ。アレンジャー部隊に勝てないと思ってやけを起こすよりずっと正々堂々な気がするけどね。それに勝つとどうなるわけ。私たちにいいことがあるの。勝ったら安永が何か商品を用意してくれるかもね。冗談じゃないわ。お金のためにデスフラッグと戦うなんてどこが正々堂々なのよ。バカらしくてやってられない。じゃあ引き受けるわ。私の名前はマルオ。任天堂星雲キノコ星大魔王ビビンバに征服されてしまった。そ
それは気の毒ね。そこで大魔王ビビンパを倒して桃子姫を救い出してほしい。私は純粋にそのクッパ魔王を倒して平和を取り戻そうとしてるだけだよ。クッパではなくビビンパ。宇宙刑事ギャバンってこんな設定があったからさ、知ってる？知らない？特攻グランスターの特攻タイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。ここで番組からプレゼントのお知らせです。私たちが、いつも使ってる台本にダサイモンと先輩と私のサインを書いて抽選で10名様にプレゼントします。住所、名前、年齢、番組の感想を記入の上お送りください。当選はプレゼントの発送をもって発表といたします。では皆様のご応募、せーの、待ってます。せーの、待ってます。